皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスペースやっていきたいと思います。というわけでですね、今回なんですけれども、久々のガチャ動画出していこうと思います。でね、今回 OB 第4弾が追加されたんですけれども、ちょっと選手の方ね見に行きたいと思います。はい、というわけでね、10連 OB セレクション第4弾ということで、各球団 OB の選手追加されてるんですけれども、ちょっとねかいつまんで、欲しい選手取り上げていきたいと思うんですけど、まず城島選手かな。城島選手はね、ソフトバンクと阪神とそれぞれ、大体各年で出てるんですけど、阪神のこの城島選手でもね、こうミパが、A 同値可能ということで、すごくね使いやすいスペックになってるんで、打てるキャッチャーとしてね非常に重宝されると思います。でこれ獲得しといたら次ソフトバンクの城島選手に継承という形も取れるので、ちょっとここで最悪 A ランクだけでも集めておこうかなと思ってます。続いて松中選手ですね。松中選手なんですけど、ミパ A 同値で、適正 C ということで、でパワーヒッターなんですよね。アーチストにしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、でちょっと特殊能力がねプルヒッターなんで、そこの辺がちょっと難しいかなと思うんですけど、代わりにアベレージヒッターついてるんで、全出ししたら結構打ちやすいんじゃないかなと思うので、左のね、代打なり、ファースト守らせるなりで、活躍してくれる選手になるんじゃないかなと思います。でなんといっても外小葉投手、ここですよね。リアタイよくやる人は外小葉選手めっちゃ欲しいんじゃないかなと思うんですよね。で各有僕も、外小葉選手なんやったら一番欲しいです。なんやったら極みとかにでもしないと中継ぎいけないんかな。そうかそうか、そこはあるんですけどね。いやマジで外小葉投手強すぎて、このナックルカーブが2種あるんですけど、もうこの変化の回転ほんまに分からへん。この間の配信の時に B ランクの外小葉投手と当たったんですけど、1球も打てずに終わりましたし、今後の大会のためにもね、ちょっと持っておきたいなと思う選手なんで、ちょっとこの機会に獲得できればと思います。で他にも自チームの大塚投手やったりとか、あと小坂東選手とかポンセ選手も強いんですよね。今回だから結構当たり多いと思う。長嶋選手もいるしね。長嶋さんなんてサード適正 A あるし、守備も積極やから結構強いと思うんですよね。でデフォ同値やし、獲得したらちょっと一回試しに使ってみたい気持ちもあります。さあというわけでね、今回30連こちらのガチャ引いていきたいと思います。いやガチャ自体がマジ久々なんでね、やっていきたいと思います。それじゃあ一発目お願いします。はい、一発目からお月様出てます。いきます。はい、レッツゴー来て、オール A 演出これは。結構あるかも。なさそう。1もしない。これは飛ぶ。で、ないですね。はい。あれだけ豪華な雰囲気醸しといて、ない。宮城投手はまあ。称号チャレンジするけどって感じですね。はい、長嶋選手の A 錯覚にしに行ったらね、ちょっと消化してたんですよね。多分特訓かなんかに回してるんですよ。はい、ありがとうございます。さあというわけで20連目見ていきたいと思います。月消えたよ。はい、長子くんだよ。はい、白だよ。でここはオレンジの背景で終わらないね。ワンちゃんないね。ここもないね。じゃあもうないね。ぶっ飛ぶけどないね。ないね。あ、糸井選手の A。 さあどうしたもんかな。もう4枚ぐらいストックあるんでね、絶妙なラインみたいな。吉川選手、いやそこは OB の A 来てほしかったな。さあというわけで早くもですね30連目 OB の S ランク確定のところになりました。それじゃあね引いていきたいと思います。お願いします。2枚引きとかないですか。絶好調来て、
白。ここがないですね。ギリないですね。で打たなかったですね。いや、まあ大塚選手の可能性もずっと高まったかなっていう感じですね。はい、それで見ていきたいと思います。いや2枚引き当ててくれてもいいよ、いいよ、遠慮しないで。ドラえもんなしかと思ったらあった。さあというわけで、今回の帯第4弾確定の選手はこちらになります。